井原市立青は、日本の政治家。茨城県つくば市長。元つくば市議会議員。茨城県つくば市出身。茨城県立土浦第一高等学校卒業。つくば大学国際総合学類卒業。ロンドン大学 UCL 公共政策研究所修士。家庭修了。つくば大学大学院人文社会科学。研究科修了。 国際政治経済学の博士号を持つ。筑波大学大学院在学中の2004年、筑波市議会議員選挙に出馬し初当選。2008年に再選。2012年、筑波市長選挙に出馬するも落選。2016年、二度目の挑戦となる市長選で、初当選を果たした。11月17日、市長就任。 2020年10月25日執行の市長選挙で2回目の当選を果たす。2012年10月28日執行。現職の市原健一、元県議の桜井陽子、全県議で日本共産党県委員の山中康子らさん候補相手に戦うも、時点で落選。当日有権者数、16万3489人、最終投票率。 54.54%2016 年11月13日、執行。2015年8月の住民投票で、白紙撤回された、総合運動公演問題の完全解決を第一の公約として掲げ出馬。自民党の推薦を得て、現職の市原健一の支援を受けた、元市議会議長の飯岡博之、元市長の藤沢純一の支援を受けた、 元民主党衆議院議員の大泉博子らに候補を破り、初当選を果たした。投票率は過去最低を記録した。当日有権者数174,956人、最終投票率 53.31%2020 年10月25日、執行。再選を果たした。投票率は過去最低を記録した。当日有権者数 185,204人、最終投票率 51.、51.60%。ありがとうございます。